今週の狙いは、藤沢です。田です。よろしくお願いします。はい、今週はもうあの夏のビッグレースともいえる札幌記念があります。そうですね。もう毎年レベルの高いメンバーになって、まあ、今年も、はい、菊花賞が東邦ジャッカルに、エリザベス女王杯勝ったラキシスと G1 も2と、うん、はい、まあ、その他にもね、はい、まあ、ラストインパクトとかね、東京ヘローだとかダービーフィーズだとかいますけど、うん、まずは東邦ジャッカルですかね。そうですね、去年の菊花賞勝ってレコードで勝って、そこからもうぶっつけで宝塚出たんですけど、宝塚記念、はい、その時が4着で、まあ、サムライトまで来てましたから ね、やっぱり自力示したかなっていうところ、はい、まあ、改めて本当に、ああ、やっぱり自力があるんだなっていうのを証明しました。まあ今回もまあ前回もいろいろ初めてのものがあったんですけど、今回もまあいろいろ洋芝初めてとかいろいろあると思いますけど、まあやっぱり自力はこのまま相当あるなっていう感じなので、ここでまず力を見せてくるんじゃないでしょうかと。まあそうね、まあローテーション的にもね、適度に間空いてますから、うん、反動とかそういうことも考えなくていいと思うんでね、力を示してくれるかなとは思いますね。それから G1 も多いとラキシスですね、はい、まあ、これはこれもあの北海道シリーズは初めてなんですけど、あの道悪得意なんで、そうね、力の入れ運動がね、適性高いんじゃないかな、合いそうかなという感じがしますね、うん、あの2走前も三強大阪杯不良馬場で勝ってますし、はい、どうですか。まあそうです、まあ、そういう観点では私実はね、東京ヘイローがいいかなと思ってます。あ、はあ、うん、まあ、これは一昨年あの函館でしたけどね、函館記念勝って、記念勝ってサマ2000シリーズチャンピオンになりました、うん、はい、で、まあ、しかもね、だから例えばそう雨になってもいいし、そもそも洋芝の適性は最初から証明されてますからね、はい、で、よそに人気がいくんであれば、まあ秋の G1 よりでむしろここ狙いかなってところもあるんで、うん、今回ね、鞍上が吉富ジョッキーなんで、また武豊ジョッキーだとね、こう組み合わせセット的にわーっとも人気になっちゃうところもあると思うんですけど、吉富さんなんでね、その点がこう人気にならない部分もあると思うんで、狙い目じゃないかなって実は密かに狙っております。それから騎手の話でいくと、うん、ダービーフィーズですね、岩田騎手が重賞5連勝中で、はい、これ、まあ、ダービーフィーズその5連勝の中に函館記念入ってるんですけど、はい、これ今回勝てば、武豊騎手の記録に並ぶっていうことで、はい、重賞6連勝、そういう意味でもかなり、うん、まあ、ダービーフィーズもね、もともとセントライト記念2着とか実力あった馬で、はい、まあ、この前北海道シリーズ初めてで、まあ、差し切る競馬で、まあ、重賞をね、今まで勝ってなかったのが不思議なぐらいだったんですけど、ね、そうね、まあ、ようやくね、開花しつつあるかなっていうね、そしてもともとね、ものすごいものがあったわけで評価されてたんでね、まあ、ここ勝てばちょっと秋も面白いかなというところですね。まあ、それからもう本当にいろいろ走行で、その函館的に2着だった萩野ハイブリッドとか、これも重賞勝ってて実力ありますし、まあさっきも名前が挙がった重賞3つ勝ってるラストインパクトとか、はい、まあ本当にいろいろ、そうですね、ディスタイフあたりもね、侮れないところでもあると思うんで、まああとは追い切り見てね、まあ現地板津記者も今行ってますんで、まあ板津さんに任せたりするところもね、出てくるとは思いますが、まあいろいろ吟味した上で印をね、打っていきたいと思います。はい、それから同じ日に小倉では北九州記念があります。はい、こちらサマースプリントシリーズ第4戦ですが、ハンデ戦でね、ちょっと、はい、うん、もう毎年荒れるっていうのが定番になってるんでね、はい、今年はやっぱり注目は今ビッグアーサー、はい、5連勝中、はい、もうデビューから5連勝中で、はい、まあ、ハンデ55キロ、はい、ね、まあ、まあ、まずまずかなっていうところ、ね、うん、まあ、裏付けもあるんでね、T5 に勝ってたり、エポワスに勝ってたりするんでね、まあ、重賞初挑戦といっても主役でいいかなと、一番人気にもなるかなと思うんで、まあ、この馬が一番人気止めるかどうかの連敗を、ね、止めるかどうかが
ちょっと焦点になるレースなのかなというふうには思いますね。ただね、夏に強い牝馬がいっぱい出てきますんで、うん、そう簡単でもないかなというところもありますね。はい、はい、今週は以上です。